忠義心あふれて暴走、正西に生涯を捧げた超忠臣馬場頼親。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は馬場頼親について紹介していこうと思います。主君に忠義を尽くす忠臣はかっこいいものですが、それを貫き通しすぎてしまうのもいいのか悪いのかといったところですよね。馬場頼親は博学にして才智ありと評されるほどの人物ながら、主君に忠実であるがゆえに、それに反抗した者を決して許すことができませんでした。彼の策謀は吉と出たのか凶と出たのか、じっくりとご紹介していこうと思います。社用の正西を支える。馬場氏は正西から別れた一族で、正西を主家と仰ぎ仕えてきました。同じく正西の一族として、筑紫氏や横岳氏がいます。鎌倉以来の名門武家だった正西ですが、頼親が登場する頃にはすでに社用でした。というのも、周防、山口県の大内氏の九州進出に伴い圧迫されていたからです。正西の災難は続けざまでした。応仁2年、1468年には正二範頼が、その次の正二正助もまた大内氏に敗れて自陣を遂げています。一時は滅亡に追い込まれていましたが、正助の三男助元が生き延びていたため、なんとか名脈を保つことができたのです。そんな青色吐息状態の正西ですが、頼親は忠誠を誓い助元に仕えていました。主を裏切った義父に怒る。頼親の忠誠心は岩のように固く揺るぎないものでしたが、それを感じさせる事件が大永4年1524年に起きます。頼親の妻の父、筑紫光門は正西に仕えていましたが、正二正助が大内氏に敗れた際に降伏し、大内方となっていました。このことは正二命の頼親からすれば蝶がつくほどの裏切りだったのです。そして頼親は一計を案じます。怒りに燃える内心を隠し、光門に正西に帰参してほしいと誘いをかけました。もしかしたら本当に戻ってきてくれるかもしれないという一縷の望みがあったのかもしれません。しかし光門はこれを断りました。光門としても落ち目の正西に戻るメリットなどありませんでしたからね。義父の拒絶に頼親は今度こそ激怒しました。そしてある策略を実行に移すことにしたのです。策略で義父を殺害。頼親は内心の怒りを今回も隠し、あることを妻に相談しました。ちょうど息子が病を患ったことを口実にして、妻に息子が病に苦しんでいるので、ぜひお父上に見舞ってほしいのだ、お父上は我々が何かするのではないかとお思いかもしれんが、絶対そんなことはしない、ただ孫を見舞ってやってほしいだけなのだと頼んだのです。そこで何も知らない頼親の妻は光門へ手紙を送りました。さすがの光門も、娘の言うことだし孫の顔も見てやりたいしということで、息子やわずかな友を連れて頼親の城へとやってきたのです。そして何が起きたのかは言うまでもないこと。頼親は光門とその息子、家臣をすべて討ち取ってしまったのでした。父と兄弟を夫に殺されるという耐え難い事実に打ちのめされた頼親の妻は、悲しみのあまり出家してしまったそうですよ。ちょっとかわいそう。龍造寺氏の台頭に危惧を抱く。このように頼親は正西への忠義を変えずにいましたが、正西を取り巻く環境は相変わらずいいものではありませんでした。享禄3年1530年、大内義隆はついに正西を潰しにかかってきたのです。大内方の将杉沖和が率いた軍勢が正西の領地へと攻め込み、
他で縄手の戦いが勃発しました。大内方にはかつて正西に仕えていた横岳氏や頼親が謀殺した筑紫光門の息子などが加わっていました。忠義心に燃える頼親にとっては憎いことこの上なかったと思われます。頼親は龍造寺家兼らと大内軍を迎え撃ちました。数では完全に劣っていましたが、鍋島勢の奇襲などもあり見事勝利を収めたのです。しかし頼親の顔色は冴えませんでした。大内方との戦いで龍造寺氏が活躍したため、彼らの存在感は日に日に増し、主家である正西を忍ぶ勢いすら感じさせるようになってきたからです。今度は龍造寺氏を標的に頼親の謀略再び。龍造寺家兼は本家ではなく分家の当主でしたが、そこから手腕を発揮し、ついには正西の家臣の筆頭格にまで上り詰めた人物でした。その才能を大内義隆も高く評価し、なんと離反の誘いまでかけてきたのです。ちょうどその頃、大内義隆は再び正西助元を攻撃し、天文5年1536年、ついに追い詰められた助元は自害してしまいます。その息子冬久が落ち延びたため、正西はかろうじて滅亡を免れました。この時龍造寺家兼が進んで助元を救援しなかったという噂が立ち、忠義心に燃える頼親は激怒します。龍造寺許すまじ。岐阜筑紫光門を葬った時のように、頼親の頭の中で次々と謀略が渦巻き始めていたのでした。龍造寺一族を中殺。龍造寺一族は正西をないがしろにしている、このままでは正西の脅威にしかならないと考え、ついには龍造寺一族を抹殺すべしとの結論に至った頼親ですが、さすがにすぐに行動に移すことはしませんでした。9年もの年月をかけ、彼はじっくりと策略を練ったのです。そして天文14年1545年、ついに頼親は行動に出ました。まずわざと多くの黒人たちに謀反を起こさせ、その鎮圧の役目を龍造寺氏に押し付けたのです。多くの敵と対峙しなければならなくなった龍造寺氏は敗戦を重ね、本拠地佐賀に退去せざるを得なくなりました。この時頼親は家兼のもとを訪れ、冬久様があなた方龍造寺一族が大内氏に通じていると考えておられるようだ、ここは開城して二心ないという誠意を見せ、お許しを願ってはいかがだろうかと提案します。もちろん策略の一環でした。そこで家兼や龍造寺一族が城を出たところで、頼親は潜ませておいた手勢に彼らを襲わせたのです。家兼の息子家住や孫の近家など、一族の主だった者たちがことごとく討ち取られたのでした。頼親は作戦の成功に狂気し、討ち取った龍造寺一族6人の首を踏みつけたといいます。さすがにそれはやりすぎですよね。それに行き過ぎた忠誠にはちょっと怖ささえ感じますよ。厳しすぎた態度があだに、龍造寺一族の反撃。実は頼親は龍造寺家兼を討ち取ってはいませんでした。弱い90に達していた老齢の彼など、放っておいてもすぐに死ぬだろうと思っていたのかもしれません。また蒲町秋森を頼って落ち延びていった家兼のそばにいたひ孫のことも彼の眼中にはなかったのでしょう。このひ孫こそ後の龍造寺高信、後に肥前の熊と呼ばれ、九州を席巻する武将になるのです。家兼の動きは頼親の予想に反して実に素早く、一族中殺の翌年には蒲町秋森の援助を受けて挙兵しました。それに龍造寺の急進などが呼応し、頼親はあっけなく敗れてしまったのです。追撃を受けた彼は芋釜の穴に隠れましたが、あえなく見つかり、引きずり出されて殺されてしまいました。家兼は頼親やその息子の首を丁重に葬ったそうです。
雄三寺一族の首を踏みつけて喜んだ頼親とは随分違いますね。こういうところに忠義心云々よりも器の違いを感じてしまいます。もちろん頼親がただ非情ではなかったことも伝わっています。博学で才智もあり、忠心深く下賤を憐れむものだったとし、龍造寺一族を討ち取ったことに関しても理由があったからだとも言われているんですよ。まとめ。1、頼親が仕えた頃、小児氏は斜陽だった。2、岐阜筑紫光門が小児氏から大内氏に離反したことを許せなかった。3、筑紫光門を策略により殺害した。4、龍造寺氏が主君である小児氏をもしのぐ勢いとなったことを危惧した。5、龍造寺家兼が主君小児助元を救援しなかったことに立腹し、一族抹殺の謀略を練り始めた。6、策謀を用いて龍造寺一族を誅殺した。7、龍造寺家兼の反撃を受け敗れて殺された。小児氏のためという観点からすれば、頼親は素晴らしい忠義の持ち主でした。しかしそれが周りの者を不幸にし敵意を持たせてしまったことも否めません。彼の人生を知って何事もバランスが大事だなと思いました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。